ハロウィンってなんだかワクワクするイベントだよね。だからライブをやるって決まった時は嬉しかったな。シャイニーさんからライブの舞台演出を僕らに任せるって言われた時はびっくりしたけど、これもアイドルとしてお客さんを楽しませる力を試されてるってことだよね。シャイニーさんらしい無茶ぶりだよ。ま、そう来なくちゃ面白くないよね。みんなには悪いけど、今日は僕ちんが一番目立つこと間違いなし。最高に盛り上げるぞ。はいはい、ここからは僕たちが MC だよ。みんな仮装に気合が入ってるね。僕たちも衣装や演出に力を入れてきた甲斐があったよ。そういや、てめえはどういう企画にするつもりだ。リハでも俺たちを締め出しやがって。ないしょ、後輩やカルテットナイトのみんなにも驚いてもらいたいんだもんね。あ、てめえだけ抜け駆けとはいい度胸じゃねえか。ねえ、なんなん、本番中にすごまないで。今度焼肉おごるから観客のみんなもこの後のステージを楽しみにしててね。今日のライブ最後に僕のとっておきの魔法、空中飛行をお見せしちゃうよ。これを隠してたんだよね。みんな驚いてくれたかな。会場のみんな、今日は僕らのライブに来てくれてありがとう。仮装で盛り上げてくれたからとっても熱いライブになったよ。フランケンシュタインの君も、血まみれのナースの君もとってもチャーミングだね。はあ、ペンライトの光がとっても綺麗で、なんだか僕が魔法にかけられちゃったみたい。それに一つ一つの光が僕らへの応援なんだって思うと、とっても力が湧いてくるよ。今日は本当にありがとう。